ちは、スポーツドクターの岩井優作です。今日この動画でお伝えしていきたい勉強方法っていうのはですね、タイマーを使ったインターバル走的な勉強方法。イエーイ。これどういうことかと言いますと、僕はですね、勉強法について本を読んだところ、人間の集中力というのはだいたい30分ぐらいしか続きませんよと。まあ学校の授業も90分とか60分とか50分とか何やっちゃってるんですかと。人間の集中力30分しか続かないなら30分で授業終わらして休み時間入れて30分やってっていう、そういう細切れの授業の方が頭に入っていきますよっていう、すげえズバーンって言ってる本があったんですね。まあ、確かに自分の集中力、まあ、30分ぐらい経つとちょっと慣れてきて、なんか無駄な時間あるなって思ったんですよ。なんで僕はこう測るんですね。もう30分、これ測ります。で測った後何するかっていうとね、その休憩の時間に僕はまたね、脳にこう血流をブワッと入れたかった。脳に血流を入れたい、そしてもうアドレナリンもグワッと出したい、もうとにかくリフレッシュしたかったんです。そこでやったのが1分間ダッシュをするってことなんですね。30秒でもいいです。100m 走のダッシュしたご経験っていうのは小学校の時に皆さん終わりだと思うんですけども、 100m 走ダッシュしたらめちゃくちゃ心臓バクバクするし、もうなんかもう脳の中ですね、こう困りごととか心配ごととか考えてる余地なんてないわけなんですね。その状況に持っていくことによって、次の30分またリフレッシュした状態で集中して勉強に取り組むことができます。そしていろいろなホルモンですね、ノルアドレナリンとかドーパミンとかセロトニンとかぐわっと出てくるんで、ベータエンドルフィンとかですね、もう幸せで集中できてやる気に満ち溢れて眠くならないという状況が起きます。僕はですね、これ大学で勉強してた時に図書館でやってました。そして、僕の大親友にですね、ちょっとごめん、俺ねインターバル勉強法っていうのやりたいんだけど一緒にやってくんないかって言ったら、 その方めっちゃ優しいんで OK してくれて、測ってですね、よーいスタートとか言って勉強するんですね。30分やったら、やべえ、なったっつって、ダーって友達のとこ行って、なりましたよって言って、ダーって階段降りてって、図書館出て、テニスコートまでね、バーって走って、戻ってきて、また勉強するっていうのをやってました。これによって、勉強中、眠くなったことなんて、全然ありません。ぜひこのインターバル勉強法を皆さん試してみてください。で30分っていうのはね、自分が行ける範囲で長くしたり短くしたりしてもいいと思いますが、決してこの動画はこの勉強方法を強くおすすめしているわけではありません。僕は実際にやってきた勉強法をお伝えしてます。それではまた、皆さんの勉強を応援してます。掴んだスカオラキの、より強く僕